有機カノン著、写生と中国、シンプルなセックスと穴掘り、第3回。もし生きていくつもりなら、俺は全裸で竹やぶに隠れ続けているわけにはいかなかった。なんとかその状況から前進しなければならなかった。なぜこんな手の込んだことをするのかと毒づいたところで、何の助けにも解決にもならなかった。人生とはいつもそういうものだ。文句を言って死ぬか、受け入れて生きるかのどちらかしかない。体は冷え切っているし、そのままでは死んでしまう。じゃあ死ぬと思ったところで、そうそう死ねるものでもない。それに俺は生きようとする意志があるからこそ、女の豊かな腰を食い入るように見つめているのだ。生きようとする意志を必死に呼び起こし、奮い立たせようとしているのかもしれなかった。あるいは怯えから逃れるためにか。しかしこのまま全裸で女の前に出ていくのは、問題をより複雑にしかねなかった。火縄銃持ったお父ちゃんが飛び出してきて狙撃される恐れもある。全裸で、しかも凍えた体に穴が開くというのは、想像しただけであまりにも痛々しかった。だからまず最初の目標は、死ぬにしても衣服を身につけてからだった。女が洗濯物を干し終えたら、そのうちの一つを拝借する。そのひんやりとした濡れてまとわりつく衣服の感触を想像するだけで、体の芯までが冷え切った。しかしそれでも全裸よりはマシだった。そしてその家を訪ね、あとは村人たちに自分を委ねるよりほかなかった。他にどうする手立てがある？殺されるかもしれないし、中国当局に通報されるかもしれない。中国当局に連絡されるのが最も幸運なことかもしれないとも考えたが、俺には言葉が話せない。仮に通訳がいたとしても、どうやってここに来たか、あるいはなぜここにいるかを正直に話さなければならない。しかし正直に話せば話すほど、事態は混乱を極めそうだった。その組織とは何だ、何のためだ。日本の領事館など全く当てにならないだろう。結局刑務所か精神病院に送られることになるだろう。中国の刑務所や精神病院というのは、想像しただけでゾッとしなくもなかった。しかし全裸で竹やぶで、そんなことを心配していても仕方なかった。状況を動かさなければ凍死してしまうのだ。投資しないまでも、どこかを切り落とさなければならないかもしれなかった。こんな医療技術もないような乾村で、切り落とすなど想像もしたくないことだった。この村には電話はないと断定することにした。中国当局という概念も希薄そうだった。わけのわからないものをいきなり射殺、撲殺するような残忍な人々が住む村には思えなかった。俺は女が洗濯物を干し終えると、辺りをうかがい、山から猿が降りてくるように洗濯物へ向かう。これ以上心象を悪くしないように、質素な中でも最も粗末なものを身につける。ひんやりとした衣服がピタリと肌に張り付き、体の芯まで凍りつく。ガタガタと歯が鳴る。それまでは見つからないことを原則に竹やぶに潜んでいたが、今度は見つからなければいけなかった。いざ見つけてほしいとなったら、今度は一向に見つけてくれる気配がなかった。だからといって扉を叩くわけにもいかない。そうすれば何なりかの会話をしなければならない。俺には言葉がわからないのだ。倒れているところを発見され、何の会話も交わさずに家の中に入り込むというのが最も望ましかった。だから俺は玄関らしきところに向かい、行き倒れることにした。
扉を叩きつつ倒れるということも考えたが、善良な人々に嘘をつくのは申し訳ない気がした。だから俺は試すことにした。玄関らしき場所の近くに向かい、そこに倒れた。冬山登山で遭難者が眠るのはとても危険とされているけれど、それをやってみようと思った。もし俺に可能性があるのなら、予定通り俺はこの家に運ばれるだろう。もし可能性がないのならば、ここで凍死するだろう。そんなことを考えながら、ガタガタ震えて目を閉じると、意外にも暖かさに引き込まれるような気分ですんなりと眠った。俺の体は冷えていた。名前も知らない女を抱き寄せ、そのぬくもりを感じる。しっと俺は友人の口を押さえたんだ。当然友人は寝てる。チャイムを鳴らして家中起こすわけにもいかない。だから2階にある友人の部屋まで物置伝いに登っていった。まあそのあたりのことはどうでもいい。とにかく寝起きの不機嫌と勝手に部屋に踏み込まれたことやなんやかんやで混乱もしてる友人に工具箱を出させた。家庭用の工具が役に立つかどうか分かんなかったけど、何もないよりはマシだ。それにグズグズしているうちに、あの女を他の誰かに持っていかれたくない。友人はなんでこんな真夜中に工具がいるんだと当然聞いた。真夜中に工具といえばバイク泥棒しか俺にも思いつかない。まさか手錠につながれてる女を助けるんだろうなとは思わないだろう。明日説明すると言い残して俺は窓から外に出た。一目散に女の元に戻った。だけどポンコツバイクだからそんなにスピードは出ない。体を前後に揺らして無知でも入れたいように気持ちが焦る。信号なんて全部無視だ。そうやって海辺に戻ってきた。あたりは虫の鳴き声だけだ。雑草の茂みの脇の道を通って女の座っていた倉庫に向かう。女は手すりに頬をつけるようにして目を閉じていた。俺が近づくと目を開け姿勢を正した。俺は一人で待たせたことを詫びた。彼女は、いいのよ、こっちが無理なこと頼んでるんだからって微笑んだ。俺は女に近づいて作業を始めた。大人の女の匂いがした。もし今だったらどうするだろう。俺は天井を見上げ真剣に考えてみる。有機カノン著、写生と中国、シンプルなセックスと穴掘り、第3回。朗読ピアノ結城美も、制作 B ファクトリー。